毎週水曜日の暮らしと健康企画元気丸ライフ。今日のテーマはヘッドホン、イヤホン難聴です。はい、スタさんはヘッドホンやイヤホンを長時間使うことってありますか？まあ、使うときはだいたい時間決めて20分とか1時間ぐらいイヤホンを使うことはありますね。なるほど、はい。まあ、コロナ禍で増えたオンライン会議ですとか、はい、オンライン授業などでこうヘッドホン、イヤホンを使う場面が増えたと感じている方もいらっしゃると思います、はい。ただ正しい使い方をしないと難聴になってしまうかもしれないんです。盛岡市の千葉耳鼻咽喉科クリニックの千葉医師に聞きました。最近スマートフォンですとか、あるいは携帯型の音楽プレイヤーなんかで、通学とか通勤の時、あるいは趣味でイヤホンとかヘッドホンで音楽を聴く人が多いと思うんですけども、そういう方が気づかないうちに徐々に起こる難聴、これがヘッドホン難聴、イヤホン難聴と言われています。 WHO 世界保健機関は、世界の若者11億人がスマートフォンや携帯型音楽プレイヤーなどによる難聴のリスクにさらされていると警鐘を鳴らしています。ヘッドホン難聴、イヤホン難聴っていうのは、比較的大きな音を長く聞き続けることによって起こる難聴ですので、慢性の騒音性難聴に分類されます。耳は外耳、中耳、内耳の3つに大きく分けられます。音は耳たぶから続く外耳道を通って入り、中耳の鼓膜を振動させます。振動は中耳にある小さな骨、耳小骨に伝わり内耳に届きます。内耳には蝸牛というカタツムリのような形をした管があり、その内側に音の振動を捉える有毛細胞があります。有毛細胞は外からの音の刺激を電気信号に変えて脳に伝えていますが、加齢や騒音などで有毛細胞が壊れることで難聴が起こります。壊れてしまった有毛細胞は二度と元には戻りません。ヘッドホン難聴、イヤホン難聴の恐ろしいところは、気づかないうちに難聴が進行していること、あとはこの有毛細胞が一度壊れてしまうと、抜け落ちてしまうと再生しないので特効薬、治療はないというのが最も恐ろしいところです。ヘッドホン難聴、イヤホン難聴になるリスクは、これまで聞いてきた音量と使用時間の蓄積で高まります。こちらは一般的な音の大きさと目安となる音の種類です。一般的な会話は60デシベル、電車の中の音が80デシベル、自動車など街灯の騒音が85デシベル、救急車などのサイレンが120デシベルとされています。 WHO では80デシベルの大きさの音を1週間に40時間以上聞き続けると、特に難聴が進むリスクがあるというふうに発表しています。イヤホンとかヘッドホンをして周りの人に聞こえる、音漏れがするくらいの音だと、やはり85デシベルとかだと思いますので、音漏れがするようであれば音量を下げて使ってもらうということが必ず必要だと思います。気づかないうちにじわじわと症状が進むヘッドホン、イヤホン難聴。難聴だと気づくまで時間がかかるため、早期発見の手がかりもありません。そこで一番大切なのは予防ということになります。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会でも予防のための啓発活動を行っております。愛の手というのがキーワードになるんですけども、あ、音量を上げすぎない、い、医師に相談、症状があった場合は医師に相談する、の、ノイズキャンセリング機能のついたイヤホンを使う、て、定期的に耳を休める、60分音を聞いたら10分間耳を休めるというような、休憩、耳を休憩させながら、音楽を聴くということ、この4つを提唱しています。
もう加齢で耳が聞こえなくなるということ以外にも、気持ちよく音楽聴いているうちにいつの間にか聞けなくなっているということがあるんですね、はい、そうなんです。年齢や性別に関係なく、どんな人でもこのヘッドホン、イヤホン難聴になるリスクがあって、しかも治療法がないというのも厄介なところかなと思います、はいはい、そこで予防が一番、合いの手のおさらいです。あは上げない、はい、音量を上げすぎない、いは医師に相談、早めに耳鼻科に相談してください。そしてノイズキャンセリング機能がついたイヤホンを使いましょう、はい、定期的に休む、1時間聞いたら10分耳を休ませる、イヤホンやヘッドホンを適切に使って耳の健康を守っていきましょう、はい、ここまで元気丸ライフでした。